新ごぼうで鶏ごぼう煮を作りました。いただきます。新ごぼうは柔らかく香りがとてもいいですね。鶏は大きくカットしているので縮まず柔らかく旨味たっぷりです。鶏、ごぼう、こんにゃくを炒めてから煮ることでコクもアップして美味しく炊き上がっています。煮物を食べると本当にホッとほっこりします。ぜひ皆さんもお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。